んにちは、またゼロです。というか今回ですね、アイテムショップを見てください。どうぞ。あ、はい、こちらの悟空ブラックが散ったんですけども、それを返品チェットを使用せずに使う方法を皆さんにご紹介していきたいと思います。それなんですけども、まず V バックスが必要ですね。まあ僕みたいにね、お金持ちのやつにね、私の通り、まあ一回悟空ブラックを買います。あ、単品で買います。で、悟空ブラックありがとうございます。そしてこれ、購入したアイテムをゲーム中に装備あるいは使用すると購入のチャンスができなくなりますって書いてあるんですけども、まあ一個ソロ行くんじゃないですか。ということで来ましたんですけども、もう使用したったんで、もう購入チャンスはできないんですけども、行くじゃん、まあ行く、まあ、まあやられないけど、まあ一回まあ死ぬかもびっくりするかやってください。コインが出てきた。オッケー。いった。これが、まあ、返品できなくなるんですけども、これを一回買います。バンドル買います。そして返品すると、パンパンパンということでね、悟空ブラックが返ってくるんですよ。詳しくした動画は概要欄に貼ってあるので、ね、そちらからぜひご覧ください。それだー。